アルテントレプ島はドイツ北東部に存在する都市の一つである。旧東ドイツ領の一部にあたるメクレンブルクイコールフォアポンメルン州のメクレンブルギシェゼエンプラッテ群に属している。トレンス川の流域。地図の中央部にアルテントレプ島が位置している。アルテントレプ島はトレンス川のほとりに形成された都市である。なお、1939年まで この川の名前が都市名に入っており、トレプト・アンデア・トレンスと呼ばれていた。参考までに1175年にはこの地はトレプトと呼ばれていたとの記録が残っている。この都市はもともと今日では教会が立地している小さな丘にあった要塞の周囲にできたスラブ人の入植地が起源とされている。1175年にはこの地がトレプトという地名で、 修道士によって研究された。都市として成立したのはおそらく13世紀初頭だっただろうと考えられている。1282年にはリューベック法に批准した。1360年までには町は二重の防壁を備えていたものの、その後戦争や火災で破壊された。ただ、1743年には町壁の大部分は移設を終え、19世紀には 町の出入り口の大部分は作り変えられた。アルテントレプ島の人口の推移。なお、ドイツ再統一は九百九十年である。七百九十八年には1九百六人であったが、八百五十年には四千百八十八人に増加した。ドイツ再統一の後は人口減少が続いており、九百九十年に七千八百十九人であった人口は、 2000年には6828人、2010年には5771人、2017年には5308人であった。フェルドマン、ハンス、クリスチャン、エド、ハンテブク・デア・ドイチェン・カンスト・デンク・メイラー、メキロンバーグ・フォー・ポーマーン、ミューニック・アンド・ベルリン、ドイチャ・カンスト・バーラグ、ピアニッシモ、6から8、ISBN3 から422030816。 ハインリヒバーハウス、ランドバッチでハーツォグサムズポマンウントでファーステンサムズ、ルーガン、テイユニ、バンド1、ダイアットス、P27。ありがとうございます。